関係データベースやフラットファイルデータベースにおける表、またはテーブルとはデータ要素の集合を垂直な列と水平の行のモデルで構成したものである。表には所定の個数の列があるが、行数は不定である。各項は特定の列の値で識別され、それを候補キーと呼ぶ。表は関係と同じ意味でも使われる。ただし、表は多重集合がありうるが、 関係モデルにおける関係は重複を許さない点が異なる。実際のデータ業の他に表にはその表や特定の列での値に関する制約のような何らかのメタ情報が対応しているのが一般的である。表内のデータはデータベースに物理的に格納されている必要はない。ビューも一種の表だが、そのデータはクエリ時に計算で求められる。また、 別のデータベース内の表へのポインタとして機能するニックネームもある。関係データベース以外では表にほぼ相当するものとして構造化ファイルがあり、レコードが表の行に相当し、レコードのカラムが列に相当する。表計算ソフトとは異なり、各フィールドのデータ型は表を表すスキーまで定義されているのが普通である。関係データベースによっては、 フィールドのデータ型定義が厳密でないものもある。関係モデルでは、表は関係を表現したものとみなすことができるが、両者は厳密には同じではない。例えば、SQL における表は重複した行を含み得るが、真の関係では重複した組はありえない。同様に、表として表現する塗列と項が順序という情報を持つことになるが、関係には順序は存在しない。 このため SQL における表派行の順序を保存しないが必要ならばセレクト文でオーダー倍説により順序を指定できる。関係の他の等価な表現としては N 次元グラフがある。この場合の N は属性数に相当する。例えば2つの属性の関係と3つの値があるとき表で表すと2列3行の表になるが2次元グラフ上の3つの点としても表せる。 表とグラフが表現として、等価と言えるのは、列間の順序が重要ではない場合で、表に重複する列がない場合である。ありがとうございます。